なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。今より大切なものを見たいなら、やり続けるしかないのさ。こんにちは、柔道部テントの司令部長です。今日はですね、柔道新幹線に乗りましてですね、移動しております。新幹線の中から映像をお届けするのもいいんじゃないかなと思っておりますけども、でちょいと飲み鉄っていうことでございまして、早速乾杯させていただきたいと思います。こちらを買ってまいりました。では乾杯。はい。でね、今日はね、シューマイ弁当、これを買ってみました。まあ移動の時は新横から乗る時は必ず買うんですけどもね、私出身が横浜のもんですから、このシューマイ弁当っていうのはもう子供の時から幾度となく食べてます。もう数えきれません。だいたいそうですね、今でも別に電車に乗らなくても月に1回や2回は横浜駅周辺で買ってきましてね、家に持って帰って食べるぐらいです。ですから、今日はこいつを魚にしてね、ちょいと一杯やりながら、飲み鉄ということでお届けしたいと思います。よろしく、愛しゅう。白飯がついてるんですよ。こいつをまず取ります。はい、お米はやっぱり大事に食べなきゃいけませんからね。でこいつを、もうね、崎陽軒の米はねもちもちしてるんですよ。これがね、冷めても美味しい秘訣なのかな。ほんと美味しいです。
まいです。シューマイもね、これシューマイって死の後の湯、ちっちゃい湯がねつかないんですよ。あの岐阜県ではシウマイという感じで書くような感じですね。まあそのシウマイをちょっといきたいと思います。
到着ですね、始発なんでね、望みじゃなくて光なんですよ、ですのでね、小田原と静岡、新大阪も出てから、その2つの駅に泊まりまして、それから名古屋、京都、大阪っていう具合でね、行くわけなんでございますけどね。でもまあこういった、まあ普段泊まらないっていう駅、のぞみに乗ることが多いんで、まあ、そういうところに泊まるのもなかなか、静岡かみたいなねなんかまあおつらもんですよ、今度こだまかなんかで大阪行くっていうのもいいんじゃないかなと思ってますけどね、したいですね。で、崎陽軒のお弁当っつうのは横浜の第三京浜、まあ、そういう道路があるんですけど、横浜から東京につながってるね、東京の世田谷の方につながってる第三京浜道路っていうのがあるんですけども、そこの江北インターってあるんですよ。その江北インターの出口入り口の麓のところに、崎陽軒の工場がありましてね、そこは工場見学はできるんですよ、予約すれば。でもね、なかなか予約は取れないみたいで、私も一回も行ったことないんですけどもね、一回行ってみたいなと思ってるんですよね、まあちょっとテルチャンネルでチャレンジするのは、取材させてもらうのは難しいかもしれないですけどもね、でもこんだけやっぱり子供の時からさ、崎陽軒を愛してね、もうどのぐらいなんだこれ、子供の時から月に1回食ったって12回だろな、そのぐらいは食べてましたよ。うちの親父がもうどっか出かけるたびに帰りにお土産で崎陽軒のシューマイとかね、崎陽軒のシューマイ弁当買ってきましたからね、ですから相当食べてるもんですね。でね、シューマイ弁当、今シューマイが5個入ってるんですけど、昔は6個だったような気がするんだよね、その変わった時もね、俺知ってます。なんか物価が上がったんだけども、値段は据え置きにしたいということでシューマイを1個減らさせていただきましたみたいな、そんなの覚えてますよね、まあそんなこんなで崎陽軒のシューマイは、浜っ子にとっても私にとってもソウルフードでございます、
食べさせていただいたんでね、きちっと片付けるのもこれ大事なんですよ。なんだか知んないんだけど、まあうちの父親がそんなようなことやってたんで、なんか俺も真似してるうちになんかこうしなければ納得がいかないみたいな感じになっちゃったんですけど、わかるかな、こういう感じでね、あの元に戻す、それで捨てるっていうね、別に意味はないんだろうけど、なんかそんなような感じで、いつもやっております。はい、こんな感じでいつも、弁当の空き箱を元の状態みたいな感じで戻して、それで捨てるようにしております。まあ意味はねっちゃ意味はねんですけどもね、まあいつもこういう風にしております。動画面白かった。